マルシーマークニュースサイト調べ、22日のザ・鉄腕ザッシュ日本テレビ系は、出張ダッシュ村を放送。城島茂と山口達也が香川県のアスパラガス農家を訪問。その中で山口達也が発した言葉が、ファンに驚きを与えた。野菜と向き合うのがオチ。と発言。二人を出迎えたのが、アスパラガス農家を営む鈴木さん。サラリーマンとして広告や建築様々な分野で仕事をしたものの、気を使いすぎてしまう性格で疲れ果て、野菜と向き合う農業を始め、得ることにしたという。この話を聞いた山口達也は、俺たちと似てる感じ、と木島に話しかける。そして、結局いろんな仕事やってん。だけど、司会、バンド活動、俳優のテロップ、やっぱり野菜とこう、気合うっていうのが落ち着くね、と発言。木島も笑顔でうなずき、は、借ります、と鈴木さんに語りかける。その様子はアイドルではなく、まさしく、同業者、の会話だった。木島は、種苗法、を口にそ、とのち二人は鈴木さんが育てる香川県オリジナルのアスパラガス、さ、向きの目覚めを紹介される。その味を絶賛した木島は、これは、他の県で作るのはどうなんですか?と質問。種苗法によって守られ、2030年まで他県で栽培できないことを説明されると、土地を止めは切れていますもんね、とぽつり。どうやら種苗法の存在を知った上で、期限を確認したよう。木島の知識に、当社は、そんなことまで知っているのか、と騒然に。道具を置く、しがる場面もさらに収穫作業では、鈴木さんが使う専用のハサミにしろ。島が反応、それは何ですか、どこで売ってるんですか、と質。問いすると、山口が、欲しいんかい、と突っ込み。やはり山口、木島、両者とも農業がかなり好きで、新しい品種や道具を見ると、黙って、ばいられない、根っからの農家、であるようだ。ネット民が驚き、根っからの農家魂を見せた木島と山口に、ネット民からは驚きが、農家との雰囲気が、芸能人がロケのために来た、ではなく、どう?アットマークアクオス 10MA、エイプリル22、2018アスパ。ラ農家さん、種苗法というのがありまして、城島茂さん、土地。お米はもう期限切れてますもんね。こんな会話をサクサク。アスタリスク、カラッカラッ、アスタリスク。腕ダッシュ大阪の山猫亭、アットマークワイルドキャット0219。エイプリル22、数点 18TOKIO が本職は農家だと公言。HSM、エイプリル22、2018プロの農家さんと、対等に話ができるTOKIOさんすごい。でも鉄腕ダッシュ見てると、アットマーク江戸川橋、アットマークしょちと猫、エイプリル2、2018本当に農業のいろんなことをちゃんと伝えてくれる。ジン・オルゾフ、アットマークジン・オーゾブ、エイプリル22、2018アイドルが人と向き合うより野菜と向き合う方がいい。www. かなた、アットマークこまり、マックス365、エイプリル22、2018、その知識は本職と引けを取らないレベル。他の字、野菜と向き合うと落ち着く、と言っても冗談。としか取られないだろうが、TOKIO の場合は別。鉄腕ダッシュ、H、で培った豊富な経験と知識で、見るものを納得させる。ちなみ、に調べ、編集部が全国の20代から60代の TOKIO を知ってい、る人1233名に、TOKIO の知識について聞いた調査で、本職と引けを取らないレベル、と答えた人は、50.7%。マルシーマークに、サイト調べ、実に5割がその知識を認めている。仮に、木島と山口が農業に、転職、したとしても、十分にやっていける子。とだろう、もちろん、現在の本業はアイドルなのだが、
合わせて読みたい。俺、何年も農家やってるから、鉄腕ダッシュ。山口達也の発言に衝撃。文、調べ編集部、佐藤俊治。調査概要、方法、インターネットリサーチ、クズー、調査機。間、2017年8月25日から2017年8月27日対象、全国に、0代から60代の TOKIO を知っている人1233名、有効回答。2、山口達也、野菜と向き合うのが一番落ち着く、鉄腕 DA、SH、での発言に、And now I know my heart is a ghost town.